雨降ってきたけど、ね、それでもえ、うん、あ室内だからね。そうなんだ。早くも建物の中だから大丈夫。ベトナム俺も楽しみにしてるわ。何も変わらんけどなずっと見てたからな。前に書いたらよく気づいたじゃん。キモ気づくの。眉毛ちょっと剃っただけで気づかれるって。それも彼女やん。うん彼女やん。彼女レベルだそれ。いやマジだよ、びっくりしたわ。え、なんとなく剃っただけだよ俺。クソを見てくれてるやん。首が全部映るわ。あ？首が全部映るわ。じゃもう寝ちゃうなこれ。まだ準備してないの。してない。だって別に服入れてバッテリーぶち込んで終わりだもん。え、ちょっとあの不安があるとするならばグローバル Wi-Fi 予約してないっていう。あ、Wi-Fi でやってるんだ。Wi-Fi いくらなの向こうって。結構する。Wi-Fi って、やべえ、俺 Wi-Fi マジやばいかもしんない。SIM じゃないんだ。SIM じゃダメなんだ。もうできるけど。うじゃあ迎え来られるのか。死んだ。ベリさん。迎え来ますよって言ってライン来てたけど。いや来てくれんじゃない。ベリさん。お兄ちゃんありがとう。おいしょ。入ってる。じゃあもう無理じゃん。マジどうしよう。酒入ってんの。酒入ってんの。ねえ、もうそういうなんていうの。ゆっことコラボしても何も得にならないよ。ちなみに言っとくけど。フェリッパー君無理だと別に俺送ってもいいよ。別に成田まで1時間ぐらいでしょ。え、いいよ電車行くの。間に合わんよ電車は。絶対に成田は
始発で行っても無理だよ。な、何時に着かなきゃいけないの？8時10分。8時10分に空港に着けばいいの？うん。搭乗。じゃあ無理だね、多分。ワンちゃん。調べた方がいいよ。あ、酒入ってないんだ。マジでクソ遠いから。メリットはないと思う。タワムレみたい。仮想同士の。間違いするやつはすぐ消えるでね。誰かさんみたいに。え、1時間ぐらい着くの？車だったら、高速だったらさっき見たら、うん、第一ターミナルだったら1時間10分、まあ、約1時間20分って書いてあった。もうダメだ。ちょっとあちゃんこれ任せたよ。あー眠い。ダメだ。いやみんな皆さんありがとうございました。あの小前くんリスナーのみんな本当に俺夜遅くまでちょ小前くん付き合わせって申し訳なかった本当に。ありがとうございました本当に。マジで。1位取ってくるわ。あ、俺から俺のもしリスナーの人が見てたらあのナイスください本当にお願いします。本当にマジで俺のリスナーが見てたらナイスを小前くんにください。いや1位取ってくるわ。もう1位になります。ちょっとガチで表彰されてくるわ。であの着物に俺みねあのいや応援してくれた人のねあれで駒井くんって入れとくわ。着物にバチコン入れていきます。 T シャツも もう渡したから、うん、ナイスありがとう。みんなナイスお願いします。本当俺から来てる人はナイスありがとう、うんうん、あ駒井くんコンビニ今コンビニ行ってる。300まで行けたらお願いします。300まで。あ、10票もありがとう。分回し中気合でも押し切るわ。パワーでパワーで押し切るわ。あのツイキャスから来た配信者の力を見せるわ。底力をベトナムじゃなくてコンビニにいるね、うん、パワー見せるわ。コマいいです。今から死んで、うん、いいです。俺はだからシコシコ円しか貸せないから、うん、シコシコ円しか、うん、頑張ってくるわ、うん、いや皆さんちょっと300まで行きましょう。300までいいっすか。300までいただいてもあと50お願いします。あと50ね、お願いします。519人いるんでお願いします。頑張ってくるわ。
あ、押してくれたらありがとう。発表ありがとう。どっこら小一。おいしょ。どっこら小一。なにや、まちゃんイケメンだよ、お前。どこがイケメンだ、お前。俺よりブッサイクだわ。まあ、もうね、店員の人が言ってるからね。うん。違うね、やつ。店員が即答したから。何言ってたの。俺の方がイケメンだっつうの。ボス。オッケー。あ、本当にマジでありがとう。感謝したまえ。いや、感謝しかない。この我神に。うん、感謝しかない。一位になってきますわ。な、確実になってくるわ。取ってきます、1位を。いや、まずね、1位取る人って、うん、そんなこと言わない。いや、言わないよ、うん、何も言わない。俺が言うなら、うん、次は縦見せとくわ。うん、次会うときは俺に縦見せてくれ。もらってない。じゃあな。お疲れ、ありがとう、本当に。ああ、頑張ってな。お疲れ、行ってきて。ああ、お疲れ。うん、ありがとう。ないの忘れ物。ないね。ないの忘れ。あ、じゃあな。あぶねえ。お疲れ。ありがとうね。じゃあね、頑張ってね。映さない。お前らがイケメンって言うもん。無理。リスナー取られる。俺リスナー取られたら嫉妬する。と深いから。あ、どうさん、いいさん。ねえ、いいねえ、早く帰った。バカなんじゃないの、お前。あれなんじゃ、早く帰った。おじゃる、ガチで。マジキモ。やっぱ俺がいないとイベント勝てなかったか。まったく世話の焼けるやつだぜ。やっからぜ。嘘嘘、多分勝てるんじゃないって感じだな。なんか普通に余裕ない、余裕でいけそうな気がしたけどな。ぶっちゃけそういう甘いもんじゃないのかな。半ね、いやいやいや、空港どうぞ。十個ありがとう。だからなんかペリッパー君が送ってってくるらしい。
ありがとうございます。ナイス押しといて、俺今日早めに終わる。大丈夫でしょ。バナナもありがとう。あやまる子、うわうわ、ヤマちゃんありがとう。君がいないとやっていけない。ありがとう。逆に1位取れなかったらマジでやばいけどな、さすがに。あやまちゃんやと、君がいないとやってきない。どんつくらすかおいしょ。ありゃーす。姉さんありがとう。君がいないとやってけない。どんつくやつこうでしょ。ありがとう。ファイニングにも、でもなんか今日 TikTok 見たけどあれ面白いわ。うん、数字の変動がでかすぎる。マジで。あ、ゆうちゃんありがとう。おいしょ。ありがとう、ハートアラビー。うん、俺ならもっとうまくやれたな。いや俺ね、同じことされたら同じことするね、もし、うん、で相手をイラつかさせる。
って貯めるのが好きなんだよ、バクの俺、うん、精液。俺の明日ね、何時だろうな、5時に俺んち、あー待って、5時に俺、5時15分にピンポン、15分にピンポンだね、5時15分ピンポン。無理、入れない、もう寝る。詰めてない、ピョンって割れよ、女の荷物なんて。何を持ってく必要なくない？マイク、バッテリー、携帯以上終わりよ、それで。あとは向こうへなんとかなるっしょ。いや、あの今雨季だから一応半袖を持ってくけど、長袖でも一応持ってく、うん、今日だよもう発射で、明日の2時にはもうダナンにいる、うん、あとパスポね、そうやって、うん、そうやって配信で言ってるけど、もう前々から言ってたし、うん、その時はそれを言ってなかったし、はい、初日分からん、いやあのね、戦闘機疲れがあるからね、どうなるか分からんけど、戦闘機疲れが、そう、アイスありがとう、おいしょ、サンキュー、目見て、俺ほんと眠い、疲れちゃった、うえ、それ持ってくよ、ナイスお願いします、あと、うん、あ、うーちゃんもありがとう、おいしょ、ありやす、寝るか、まあ いや終わるわ、おで、でまた明日朝つける、じゃあお疲れ様でした、また明日本郷署、しばらく日本に戻ってこれないから、じゃあ、うん、お疲れさんっす、おやすみ。